橋本美穂は日本のフリーアナウンサー。気象予報士の資格を持ち、有限会社、ミップステーション代表取締役でもある、愛知県小牧市出身。ナムサンタンキ大学英語科卒業後、トヨタ自動車に入社、3年間一般職として勤務した。トヨタ退社後、フリーアナウンサーに転身。地元で24年ぶりとなる民放 FM 局。 FM 名古屋のオーディションに合格した。同年10月の開局後、ヘッドラインニュース、ウェザーインフォーメーションを担当しており、同局リスナーたちの人気と信頼を一部で集めている。ZIP FM 開局以来の出演者は、ジェームス・ヘイブンスと、彼女の二人だけとなっており、現在は、彼の担当である、ジェイブレイクの一コーナー、ノーキーを二人で担当しているほか、日本ど真ん祭りなど、 各種イベントで共に登場することも多い。ZIPFM での活動がきっかけで、気象予報士講座を受講、三度目の受験となった2003年に合格。以降は、気象予報士としても活動している。また、名古屋県で行われる著名人のトークショーでの MC や、結婚式での司会など、活動は多岐にわたる。2007年、新規、BS デジタルテレビ局である。 日本 BS 放送の開局に際しそのオーディションにも合格したことで東京のみならずいきなり全国区進出。番組終了まで週1回は東京で過ごしていた。ありがとうございます。